津田誠一郎は、島根県松江市出身の日本の陸上競技選手。1928年アムステルダムオリンピックと1932年ロサンゼルスオリンピックでマラソンに出場し、連続して入賞を果たした。旧制松江中学校を経て、関西大学予科に進学する。旧制中学時代から陸上競技を始めたが、当時は、 県内大会に出場する程度のレベルであった。しかし、なぜ日本のマラソン選手はオリンピックで勝てないのかという疑問を抱くようになり、信仰のあった大阪毎日新聞や大阪朝日新聞の運動記者から資料を得て、研究を行うようになる。その中で、ハンネス・コールマイネミア・パーボ・ヌルミをはじめとするフィンランドの長距離選手の強さに着目し、 彼らのようなトラックでのスピードをつけることが、マラソンで勝つために必要だと考えるに至る。このため、津田は、中長距離層のホームを身につけることを目指して、一旦マラソンのトレーニングをやめ、トラック中長距離でのスピードを鍛える練習スケジュールを考案し、それに専念した。その内容は、1年目は1500メートル、2年目は5000メートル、3年目は1万メートルの、 練習に専念し、4年目にマラソンの練習を開始するというものだった。この当時、日本ではマラソンはまず耐久力が必要という考え方が支配的で、この津田のスタイルは当時としては得意なものであった。関西大学が箱根駅伝に参加した1928年2月の第9回大会では5区を走り、区間記録を樹立している。 1928年4月に関西大学4日から慶応義塾大学に進学する。この理由については、その年の箱根駅伝で別のメンバーが若い女性から花束を受け取った出来事をきっかけに陸上部内で紛争が発生、津田らに処分が下ったため慶応に転学したとされる。津田は本格的にマラソンに対象を移し、アムステルダムオリンピックの一次予選と、 最終予選に出場、最終予選では、山田か根松に次ぐ2位となり、代表に選ばれた。この最終予選では、人力車不出身で、耐久層、タイプランナーのベテラン高橋誠治より先着しており、この結果について、鎌田忠義は、マラソン双方に異変が生じたと言ってよかったと、表している。オリンピック本番では4位の山田に次いで6位入賞を、果たす。 津田はこれに満足せず、次のロサンゼルスオリンピックでの優勝を目指して、再びトラックでのスピードを鍛えるトレーニングを再開した。津田はロサンゼルスオリンピック前年まで、毎年日本陸上競技選手権大会のトラック競技で優勝を飾っている。この間、1931年1月の箱根駅伝、第12回大会で再び5区を走っている。 1931年3月に、慶大を卒業すると、常磐生命に入社した。ロサンゼルスオリンピック時に、ぬるみと面会した、津田1932年5月の、オリンピック最終予選では後半先行するも、終盤で、疲労のため交代し、ケンヤスシュナツ、キンオン、土カウの二人の朝鮮半島出身選手に続いて3位で、あったが、二大会連続の代表に選出された。 津田はオリンピック前年の1931年には4ヶ月にわたる現地遠征を行いコースの下見をするなど十分な準備をしており国内からは金メダル獲得の強い期待が寄せられていた8月のレース本番では前回より順位を一つ上げる5位入賞となる2大会連続の入賞は日本の男子マラソン選手では初めてで戦後まで含めても他に君原健二と 中山武幸の二人しかいない記録である。しかし、事前の期待ゆえに、日本ではむしろ失望感が先行することとなった。二度にわたるオリンピック出場でメダル獲得がならなかった津田は、ロサンゼルスオリンピック後に現役を引退した。現役中、出場したマラソンは二度のオリンピックの予選及び、オリンピック本番の六度で、高頻度でのレース出場が通例であった。 戦前の日本のマラソン選手としては極めて少ない部類に属する。これは上記のようなスピード重視の考え方によるトレーニングを行ったことがその理由であった。引退後、津田は1936年ベルリンオリンピックのマラソン代表コーチに就任するが、ベルリンへの出発1週間前に辞任した。これについては、ロサンゼルスオリンピックの代表であったケニアス・シナツが津田が コーチでは勝てないという趣旨の投書や手紙を新聞や小田三清に送り、選手の間からもコーチの交代を求める声が起きたためとされる。ロサンゼルスオリンピックの際に朝鮮半島出身ランナーとの間に感情的なしこりを残したことがこの辞任の背景にあったとみられる。ただし、生前の津田は選手からの排斥については否定し、自らの体調不良が辞任の原因であると、 語っていた。大日本体育協会によるベルリンオリンピックの公式報告書にも病気不参加と記されている。戦争中は、商工省の外郭団体に勤め、紙の統制機関に関与した。戦後、津田はその経歴も活かして、スポーツ日本社を創立し、初代社長に就任した。1946年の第1回毎日マラソンではスターターを務めた。 日本からボストンマラソンに選手を派遣した際には数度指導者を務めており、田中茂木、山田慶造の優勝に立ち会っている。二度目のロサンゼルスオリンピックの開催を翌年に、控えた1983年には、文芸春秋のスポーツ雑誌、スポーツグラフィックナンバーの記事で、1932年のロサンゼルス大会当時を改装する証言が紹介された。 それによると、津田と共に優勝候補に挙げられていたぬるみが、アマチュア規定定食の疑いで出場できなくなり、ぬるみと一生に一度、競技生命をかけた戦いをしたいと思っていた津田は、ショックを受けたという。また、レース中は、中間地点を過ぎた地点に補給としておいたはずの、グレープジュースがなく、そこで一息ついて、それから勝負をかける作戦を立てていた津田にとって一番ショックだったとも、 述べている。77歳当時は、京都市左京区に在住し、スポーツ日本大阪本社相談役だった。晩年の津田に取材した、鎌田忠義によると、現役時代は緻密な練習計画を立てて、それに沿ったハードトレーニングを実践したが、筋肉痛を起こしたりすることもなく、むしろ物足りなさを感じていたという。こうしたトレーニングにより走る。 イのペースを正確に把握していた。これらの特徴から、鎌田は、津田を合理的科学的精神の持ち主と表し、そうした性格は、朝鮮民族の存在の訴求を大きな目標とした朝鮮半島出身のランナーと祖語を来たしたのではないかと述べている。ありがとうございます。